お前は文明国のアメリカで医学を学んだくせにどうして自分の病気すら治せないのかね。それはお前が間違った生き方をしているからだ。もっとも自分では今の生き方が正しいと思っているのだろう。しかし私の目から見たら間違いだらけだ。医者のくせに病気にかかったりそれも治せず苦労しているのだから。第一 お前は、開けてもくれても、体のことばかり考えているだろう。少しは、心のことを考えてやったことがあるのかな。心のことを考えていないと言われた三郎は、侵害であると思い反論しました。とんでもない、私一心のことを考えている人間はいない、そう思ういです。しかし、死は、犬を抱き上げて、言いました。そうか 考えているのかでもお前の言う心というのは熱が上がりはしないか息苦しくなるのではないかと体を心配する方の心ではないか私が言うのはそんな心のことではないぞお前が体を心配するのとどうじように心そのものを大事にするそういう心のことだそのような心のことではお前はこの犬より劣っている この犬が、それをお前に教えてくれる。そう言うと、死は、やっとこで、犬の前足を軽く切って、傷をつけたのです。血が滴り落ちました。そして、今度は、三郎の手を持って、驚くことに、三郎の手にも、犬と同、辞書に、やっとこで、同、辞の傷をつけ、血を滴らせたのです。そして、あっけに取られている三郎に、 さあ、どっちが早く治るか犬と競争してみろ。と言ってサブローの傷の近くを軽くたたいたのです。それから1週間後、サブローは呼ばれて犬と共にかりあっぱの家にいきました。そして傷の治りを比べられたのです。犬の傷は完全にかさぶたになって治っていましたがサブローの傷は赤く腫れて可のしかかっていました。 どうだ、完全にお前の負けだ。犬の方が、お前より早く傷を治しただろう。そう狩り合っぱしに言われて三郎は、それは、無理ですよ。犬と人間を比べるなんてとんでもないでことですよ。と言ってはみたものの、ほう、妙なことを言うじゃないか。犬なら、どうして、人間より早く治るのかね。と反論されて、 言葉に窮してしまいました。死はさらに続けました。その理由は、ただ一つ、お前の心の中にあるのだ。この一週間、お前は、暇さえあれば傷口を眺めて、それを気にしていただろう。しかし、犬の方は、切られた時にはそれを痛がる。だが、その後はもう忘れている。時折、舐めるいのことは、するけどな。 ところがお前はどうだ。心配という負担を心にかけっぱなしだ。どうだ、心のことを大事にしていない証拠だろう。だから、こういう結果になるのだ。いいか、お前のように神経を過敏にして、毎日、傷口や病を気にしていたら、治る病も治らないし、傷口だって塞がらない。病を治す秘訣は、この犬のように、 病や悪いことを忘れてしまうことなのだ。そう言われて、三郎は、初めて、心に共感を得たのです。死は、三郎に椅子を進めると、ゆっくりと語り始めました。それでは、今日は、私が、エジプトのカイロで、お前に大事なことに気づいていない。それに気づけば死なずに済むといった、その大切なものについて教えてやろう。それは、 こういうことなのだ。いわゆる文化の低い民族というのはその面から言えばお前のように文化文明の聡しを持っている人間よりは全てに価値が低くそして不幸であるはずだろうところが実際にはどうだお前が見ての通りここでは誰もが健康で肉体は完全な強さを発揮している心の方と手お前とは違って 皆安らかであるし、また豊かさを持っている。むやみやたらに肉体を案ずることもなければ、文に過ぎた欲望も持ってはいない。心も体も、共に大事にして生きている。だからこそ、丈夫でいられるし、また幸せでもありうるのだか、それが生命を扱う、正しいあり方だということを、よく承知しているからなのだ。ところが、 文明国の人間というのは、それにとらわれて、そうした生き方ができずにいる。だから、生命を守ってくれる力というものが出てきてくれないのだ。そうすると病にもかかりやすい、また、かかった場合は治りにくいということになる。お前にしても、朝から晩まで病を気にして、やれ熱があるの、やれ息苦しいの。まあ この頃は私に言われたから、口にはしなくなったが、それでも、心の中は気にしているのがわかる。お前の顔にそう書いてある。しかし、それが、お前の生命にとって、どれだけ、大気な負担になっているか、その大切なことを、お前は少しも考えていない。だから病気が治らないのだ。三郎は、この言葉を聞いて、 なるほど心に感じるところがありこれ以降の瞑想修行に大いに参考にしたのですその後ある程度修行が進んだと思われた頃三郎とカリアっパ氏は花々が咲き乱れた草原を散歩していましたその時カリアっパ氏は「全くお前は幸せな人間だ世界一の幸福者だ」と三郎に語りかけたのです 驚いた三郎が、いつ死んでしまうかわからない私のような人間が、どうして幸せと言えるのですかと、反抗的な口調で言葉を返しました。結核のような死に至る病を抱え、しかも、故国日本を遠く離れて寂しい山中で、たった一人、言い知れぬ孤独と不安に悩まされている自分の、一体どこが幸せであると、死は言うのでしょうか。 なんと冷酷な人の心を知らない死だろうか。なんと病人に対していたわりのないことを言う死であろうかと、三郎は憤慨したのです。馬鹿者。と、死は三郎を一喝しました。そして静かに語りました。全く、お前という人間は手のつけられない愚か者だ。病のことは忘れろと言われたばかりではないか。第一。 お前は、その病があればこそ、ここへ来られたのだろう。それを思えば、病はお前の恩人だ。たとえ、この近くに生まれた人間でも、この部落の中で修行することなど、なかなか許されないのだ。まして、お前は他国の人間だろう。それなのに、こうして修行ができる。それをありがたいとは思わないのか。だいたい、お前は、 自分では医学博士なんて言っているが私の目から見たら無学紋猛の愚かな人間としか映らないそのお前がここへ来てからは毎日少しずつ心が現われ目覚めていくのを考えたらお前ほど幸せな人間はいないだろうその上いつも私のそばについていられるこれもみんなが羨むように普通ならとてもできないことなのだ 何もかも恵まれていながら、お前の愚かな心は、それを少しもありがたいとは感じていない。お前は本当の大馬鹿者だ。これを聞いて、三郎の反抗心は、どこかへ消えてしまいました。さらに、今のお前には、もっと喜ばなければならないことがある。わからないかそう言って、死は、三郎の顔を見ました。 三郎には分かりませんでした。それは今お前が生きていることだ。たとえ熱があろうと、血を吐こうと、また息苦しい思いをしようと、お前は今生きてそこに座っているではないか。その体なら、とうに死んでいたかもしれない。もし死んだとしても、誰にも文句は言えないだろう。そうなったとしても、誰も恨むことはできないだろう。 生きていればこそ、こうして、私と美しい景色も眺められるし、きれいな花も見られる。なのになぜ、お前は、その大事な生きていることをありがたいとは思わないのだ。いつ死んでしまうかわからない体だ、とそう言いながらも、今現在、うさぎにも角にも生きていられるではないか。そう言うと、死は、美しく輝いている山々に視線を移しました。 どう、自要な境遇でも、心持ちが違えば、全く違った感じ方となるということは、言葉では理解できても、まだ、三郎の心にはしっくりこないところがありました。しかし、死は、さらに畳みかけるように三郎に言いました。人間としてのお役目を果たさせようとして、造物種は、お前をこの世に生まれさせてくださったのだ。それなのに、 その大切なお役目を放り出して、間違った道を歩んでいるから、そんな病にもかかるのだ。大切な用を頼んだ人間が、その用を放り出して、他へ遊びに行ってしまったらどうするお前なら怒るだろう。もし残酷な人間なら、処罰するどころか、命さえ奪いかねない。しかし、動物種にはお慈悲がある。だから、その生き方の間違いを、 ただしさんが、ために、お前に病気を下されたのだ。せっかく、そういう良い機会を与えられながら、感謝一つしないとしたら、本当に罰が当たるわ。三郎は、もう反抗する心もなくなっていましたが、死は、さらに意外なことを問いただしました。一体、お前という人間は、この世に何をしに来たのだ。三郎が答えられないで、 返事に窮していると、死は、わからないだろうな。しかし、そんなこともわからずによくも生きてこられたものだ。それでは聞くが、お前が散々やってきた学問というものは、一体、何のためにするのだ何か言わねばならないと感じた三郎は、とっさに答えました。それは、つまり、偉くなるためです。ほうでは、 そのののの偉くななるのは何のためなのださらに聞かれて、三郎はとにかく次のように答えました。幸福な一生を送るため、ではないでしょうか。このような常識的な答えに、死は厳しく答えました。若さ、そういう考え方だから、お前は偉くもなれないし、幸せにもなれないのだ。ここへ来られたからいいようなものの。 それでなければ、お前のような人間は、何も分からず、病と喧嘩して負けて、この世を終わるだけだった。危ないところだった。